そう羨ましいぞ。え、仕事はできるし、浮気はしなさそうだし、私らオタクに理解あるし、っていうかオタクだし、スタイルいいからコスプレとか似合いそうだし、ゲームをするとき用の姿勢がある。何よりイケメンよ。何も考えていないときの顔。あの最優良物件のどこに不満があるっていうの？いや、不満とかではないけど、まあでもぶっちゃけ顔は樺倉さんの方が私好みなんだよね。激おこのひろたかと先輩の樺倉が現れた。どうする？